やっほー、皆様いかがお過ごしでしょうか。メロス君と貢献ですでございます。ということはチキンは裏切らないシリーズ、今日はメロス君何作ろうか。うん、あ、この間美味しいケンテッキーフライドチキン作ったけども、今回もお店のような、いや、さらにお店より美味しくできるようなチキンナゲット、衣がサクサクで美味しくで旨味もあるような、ちょっと欲しがるねメロス君。今回もお店の味を超えるような自宅でできる美味しいチキンナゲットをご紹介したいと思います。では早速作っていきたいと思います。もう混ぜていくだけなので本当に簡単で、今回メインで使うのが鶏胸のひき肉、非常にさっぱりヘルシーだけども、今から入れる調味料でどんどん美味しくなっていきます。いいですか。まず使うのがおろしにんにく、にんにくおろし、これ入れます。まずね、次に入れるのがですね、この世界最大スパイスメーカーのマコーミックのオールシーズニング、これを入れます。これさっと、あー、いい香り。これがですね、これパプリカとかチリペッパーとかオニオン、セロリ、ナツメグなど、これ11種類のスパイスがブレンドされているので、もうこれ入れるだけで本格的な味わいになるんですよね。あと、もう塩分も入ってますので、こう面倒な味付けがいらないっていうのもすごく便利。ただこのオールシーズニング手に入らなかった場合は、カレー粉とかウスターソース、まあ、顆粒コンソメなどを入れていただくと、まあ、近い味になるということで、まあ、そういう形で代用していただいてもいいと思います。パン粉、パン粉でふわっとさせます。で、牛乳入れてパン粉を柔らかくしながら、ちょっと最初半量ぐらい入れてから様子見て加えてください。はい、ここからポイントでございます。こちら、今からこの材料を混ぜていくんですけども、手とかお箸ではなくて泡立て器で混ぜていただきたいんです。いいですか。これで泡立て器で混ぜることによって非常に滑らかになります。そしてふんわり食感、空気を入れるような感じでふんわりと混ぜていってください。はい、いい感じのふんわりとした滑らかな状態になりました。牛乳の量は様子を見ながら調整してみてください。この作業も大事です。衣作り、お店のナゲットはね、衣も美味しいんですよ。なので今から最高の衣作っていきますね。当然薄力粉、オールシーズニング、これね、衣にも使ってね、より本格的なお味にしていきます。さらにこれで旨味アップします。まあ、手に入らなければ同様にカレー粉、顆粒コンソメ、塩コショウなどで代用してください。で、牛乳加えて混ぜていきます。シンプル、ただこれがね、本当にお店の味にしてくれますよ。ガーッと混ぜます。こんな感じの、このとろみ具合、これぐらいになるまで調整してください。ではいよいよナゲット型に成形していきたいと思います。もう先にちょっと生地がね、ふんわり柔らかいので、先にこのようにバットに、薄力粉を敷いておいてください。で、手に軽く油つけておくと手にひっつかずまとめやすいでございますよ。ん、ふわふわナゲット型、ちょっと平らに、皆さんの想像するナゲット型はどんな形なのか。私はこんな感じ。ちょっと平たい方がね、パン粉の効果でふっくら膨らむので少し平らにしておいてください。で、そのままペタッと。あ、かわいい。このように置いて同様に作っていきましょうか。はい、いい感じで作りました。ね、形はちょっとこんないびつでも全然いいんですよ。ナゲットなので。でですね、一旦これをひっくり返して、ここちょっと形崩れてもすぐもう元通りになりますんで、両面粉をつけて
もう一回このように成形します。今粉をしっかりつけた方がこの後絡める衣としっかり絡みますので、こちらにも粉をしっかりつけてください。でこれをですね、いよいよさっきの美味しい衣、こちらにもう簡単にさらっと浸して、これで揚げていきたいと思います。イエーイ、あ、素敵。このようにして残りも揚げていきましょう。でこのね、オールシーズニングはですね、お肉の臭みを消してくれて、お肉の旨みを最大限に引き出してくれるんですよね。でこう加熱すると香りと風味がさらにアップするという良さがございます。あー、いい香り。どうかな、あー、いい感じ。ほら、ふっくらと。こんな感じで色良くなったら裏返していってくださいね。様子を見ながら、あ、かわいいですねこれ。ええ感じでございます。よっしゃ、では揚げましょうか。ほら見て、ふっくらこんがり。イエーイ、見てこのふっくら、かわいい。ここでしっかり油を切って、よっしゃ、では盛り付けましょうか。でお客様、おソースの方はどちらにされますか。ん、あ、バーベキュー。あ、かしこまりました。めちゃめちゃ美味しいバーベキューソースご紹介します。これこの3つ混ぜるだけ、ケチャップ、砂糖、オイスターソース。このオイスターソースは加熱せずとも非加熱で食べられる美味しいオイスターソースなんです。これでコクを出す。このケチャップに非加熱オイスター、これがねうまいので、お砂糖でコクと甘みをプラス。混ぜるだけの手作りバーベキューソース、激しくおすすめします。 OK、 1ピース、2ピース、3ピース、もうね、もうすでに香りが最高でございます。イエーイ。はい、そして先ほどのバーベキューソースを添えて、あー素敵。お店よりも美味しいサクサクふわふわチキンナゲットでございます。めっちゃ美味しそう。それではいただきます。やっぱり手でいきたいですね。うん、 BBQ、 このソースをまとった衣の美しさ、いただきます。おお、おお、衣はカリ、中はふわ、ジューシー、めちゃめちゃ美味しい。お店の味、いや超えてますね。いや、このね、鶏肉の臭みも全くなくね、旨味もたっぷりで、このね、スパイスの香りと風味がお肉、衣にもしっかり馴染んで最高のお味出してます。このオールシーズニング、これアメリカではですね、シーズンオール、シーズナル、セズノっていうらしいんですよね。本当にこうオールマイティーな調味料として、こう言うなれば、こうお袋の味的な調味料としてよく使われるらしいんですよね。まあ普段お使いになられる時はハンバーグ、コロッケに混ぜたりとか、あのお魚のソテーとかにね、下味に使ってもらったり、煮込み料理にちょっと入れてもらったりとか、本当これ一本あるだけで本格的なお料理味わうことできますので、ぜひぜひ皆さん使ってみてください。最後までご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録もお願いいたします。バイビー。